こんばんは。愛レターありがとう。流れ星ありがとう。配信してくれてありがとう。いいえ。すっぴんじゃないんだよ。ほら、アイライン見えるでしょ。今日はめっちゃ薄いメイクです。めっちゃ薄い。まつげもね、マスカラつけたんだけど、なんか、そう、マスカラつけたんだけど、なんか薄いマスカラつけた。かわいい。かわいい。ありがとう。だから、めっちゃ薄いメイク。いつもさ、対バンの時のメイクがさ、がっつりすぎてるから。流れ星ありがとう。人形じゃなくて人魚だというか、さっき、そう、私もさ、渚の灰から人形だと思ってたんです、ずっと。で、読むときに渚の灰から人形ってなっちゃって、漢字読めない人みたいに思われた。違う、人形だと思ってたから人魚なのに驚いてただけだったんだけど。ラブレターありがとう。動くラブレター。ペンライト、タコさん、ありがとう。タコさん。流れ星、ありがとう。うん十年気づかなかったよね。ハート、紅茶、ペンライト、ありがとう。ヤッホー、投げキッス、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとうっていうゲスト、ありがとう。動くラブレター、ハートありがとう。流れ星ありがとう。いや、トップ10、突入ってさ、めっちゃデカデカと書かれたけどさ。そもそもトップ10だったよね、0ポイントでも。おもろい。おもろいねー。アイレターありがとう。そう、今、そう、今日からまた新しいイベント、選んだんですけど、これにしてみた。コスプレ。なんか、みんなが嬉しい。せっかく参加するなら。なんか食べ物とかもたまにあるんですよ。何ポイントで食べ物がもらえますみたいな。まあ、あれは私が嬉しいだけで、みんなは別に嬉しくない だろうから、そう、みんなが喜んでもらえるの探してみた。コスプレ配信しないよ。どういうこと？このイベントでもしコスプレがもらえたらコスプレ配信はします。が、この期間中にコスプレ配信はしないです。そういう、あれじゃないんですよ。この期間にコスプレ配信しますっていうイベントではないので。だからなんか、そういうことです。やばい、めっちゃ疲れたんですけど、今日。めっちゃ疲れた。イベントタイトルだけで嬉しい。タイトルだけで。ハート、動くラブレターありがとう。選んでくれたの嬉しい。やった。今日新しいクッションがね、お家に来たんですけど、なんか綿って言うんですか？なんか繊維がさ、クッションの中から出てきててさ、ちょっと、なんか、チクチクするんですけど、めっちゃ触り心地よくて、サラサラで、ふわふわなんだけど。お疲れありがとう。ハートありがとう。ありがとう。そう、でも一番低いポイントのところで、猫耳かなんかがって書いてあったので、そう、まあなんかみんなはいつも通り見てください。見
てて、もし達成したらラッキーと思っといて。そんなガチでやってるわけじゃないので、イベント全部。みんなが楽しく見てください。何か抱えてる、そう。届いた。お家に届いて、私のお部屋に来ました。やっほー。あとね、アバターの審査通ったので、6月のさ、上旬っていうか、最初の方に実装、なんていうの、されると思います。投げキスありがとう。楽しみだね。でももうその頃にはワンマン終わってるんだって。ハートありがとう。ねえ、アバターも新体制もね、あるよね。配布。新アバター。そういうことだったの？リリー・ホワイトの鳥、おもろい。そういうことね。なるほどね。確かにちょっと黄みがかった白で、リリー・ホワイトで、ですね。口の色なさすぎん？口の色なさすぎないか。かわいいね。どうもありがとう。こんばんは。せなちゃん好き。イエーイ。こんばんは。こんばんは。こんばん。結婚してありがとう。やっほーみんな。あと、明日何時まで寝れるかな。寝ることしか考えてない。ハートありがとうございます。TikTok たくさん嬉しい、ありがとう。流れ星ありがとう。TikTok、 そう、 TikTok 見てください。TikTok ね、再生回数伸び悩んでます。とても難しいんだよね、TikTok って。なんか海外で流行ってる音源とかもなんかあったら多分再生回数増えやすいんだろうけど。海外でバズってる音源わからんしなって。ペンライトありがとう。いっぱい寝る。流れ星ありがとう。でもまあ全身はあのアイドルダンス専門なんですよ。他のはちょっとユナプに頼んでもらって。そういうの以外でなんかあるかな。ハートありがとう。ね、あれ、イナピョンが言ってたやつ流行ってるしね、めっちゃ再生数いってた。流れ星ありがとう。今日さ、今
今日さ、リハーサルしてたんですけど、今日さ、ユナピョンのことユナポンって言っちゃって ちょっとね、ちょっと疲れてんな、自分って思ったよね。TikTok ね、何バズっていくか分かんないよね。だってそもそもおすすめ欄に流れてくるのって自分に関連してる。だから自分がよく手を止めて見ちゃう動画とかの関連がブワーって出てくるから。そう。動くラブレターありがとう。ハート押してます。ありがとう。嬉しい。それとこれは違う。ユナポンって誰？ ハートありがとダメです。ユナピョンです。ピョン。違う。ぴょん、ぴょんとポンって似てるじゃん。だから多分、口がなんか変な風に動いたらすぐぴょんがポンになっちゃうんだよ。そうだよ。から、セナちゃんがセナポンになる未来はないんです。見るもでポン。最近トマトジュースにはまってます。 いきなり何？ポンジュース。ポンジュース。甘なんだけど。懐かしい。見るまでポン。アニメのやつ。可愛くない？私、見たことないんですけど、存在は知ってて。めっちゃ可愛い。トマトジュース飲めるのすごい。え、飲めないの？飲めないの？トマトジュースはおばあちゃん家で、ちっちゃい頃からよく飲んでたので、ちっちゃい頃から大好きです、トマトジュース。で、最近、そう、コストコ行った時にトマトジュース箱買いしてもらって、そう。メンタルが強いね。何の話ですか？どこの？どういうつながりだ？トマト好きなの飲んだことないや。トマトジュースのが好きです。私トマト。でもトマトも好き。で、なんか、トマトジュース、なんか理想のトマトっていうトマトジュースを買ったんですけど、コストコで箱売りしてたのがそれだったので、特にトマトジュースにこだわりはないんで、まあ濃厚だったら何でもいいと思ってるんですけど、その上になんか睡眠の質の向上とか書いてあって、睡眠の質向上するかなと思って、それも含めて好きです、最近。プチトマトが好きです、私は。名前が美味しそう、確かに。小川彩ちゃんと一緒、確かに。めっちゃプチトマトのイメージ、トマトのイメージめちゃめちゃありますね。なんか、ケーキ、なんか、なんか
初めてのお使いみたいなやつ見たんですけど、ケーキを買いに行った時にトマト買ってて可愛かった。ゆで卵にケチャップ、初めて聞いたんですけど、組み合わせ。オムライス、オムライスがあるから卵とケチャップ合うのか。でもすごっ。向井は終始ニヤニヤして見てました。確かにね、めっちゃ可愛い。効果出るかな、睡眠の質の向上。Cさんに温玉ハマった。最近やってない。めっちゃ美味しいんですよね、それ。私のその当時の大好きだった組み合わせというか、シーザーに温玉をまず食べるじゃん。で、その後に七チキと麦飯、とろろ麦飯丼みたいなやつを食べるっていうのがめっちゃ一時期ハマってて、ママによく買ってきてもらってた。最近は全然食べてない。とろろ、この前食べたよ、とろろのやつ。いつだっけ、浅草で台湾出た時食べた。トロロのやつ。青春リサーチやるときもニヤニヤしてるけどね。嬉しい。嬉しい。いっぱいニヤニヤして。セブン。セブンセブン。シーザーサラダって洋食ってこと？え、どういうこと？どれが和食？え、わかる？七チキって切り取り線にシールされた。めっちゃ困るの、わかる。めっちゃ困るよね。七チキ大好きなんですよね、私。ワンマン終わったら食べようかな。シーサー洋食。え、サラダって和食ってこと？和風ドレッシング書いてあったら、和食ってこと？ドレッシング次第なのか、サラダって。わかんない。洋食っぽいシーザー。気にしたことなかった。30分経ったら教えてくださいね。チキと揚げ鶏の違いを聞いて、どっちでもないの買ってるお友達いました。ああ、それはとても変な方ですね。面白い方ですね。売ったわけたの。よかったね。米チキ美味しいよね、米田のチキン。米田も行きたい。おかげあん、私去年の夏に出た、おかげあんで出たみたらし味のかき氷が食べたくて、でも去年食べれなくて、じゃあ来年絶対食べようって思ってたら、今年は違う味だったの。あれね、年で違うんだって今年初めて知って、めちゃめちゃショックを受けました。おかげあん、おかげ、米だコーヒーのおかげやん。おかげやんってあまり店舗数は多くないので、そんなに頻繁、ね、わざわざ行こうってならないとって感じなんですけど、あそこにありますよ。港未来のランドマークの中、ラン
ランドマークプラザのところにある、あそこ、そう、かき氷食べたいんですよね。アイレタと流れ星ありがとう、初めて聞いた、マジ。あそこ、そう、みたらし味も一緒、もうね、本当に。私、去年、それを見つけたのが終了した後だったんですよ。そう。食べたかったってなって、絶対来年食べようって思ったら、なかった。今年、お芋だった。お芋も好きよ、もちろん。だけど、みたらしが良かった。そう、焼き芋ミルク、そう。でも私、ミルクがあんま好きじゃなくて。ミルクがあんま好きじゃないから、あんま惹かれなかったんだよ。まあ、焼き芋が強かったらいいんだけど、なんかミルクが強かったらちょっと、途中でなんかいらないくなっちゃうから。お団子、そう、お団子焼けんのおかげなんて、やったことないけど、楽しそうだなって思って。あと、おかげやんの、モーニング。なんか、米田系列って、モーニングの時間に、ドリンク頼んだら、パンがつくよ、みたいな。おかげやの場合、なんか、おにぎりとか、なんて、お茶漬けとかになる。なるんですよ。ミルク好きそう。好きじゃない。ミルクティーとか、なんか、そういうミルクが入ってるもの、もう飲めるんだけど、ミルクの割合が多いと、すっごい嫌です。エキス、ありがとう。ナポリタン、そう、そこのなんか、きしめんとか、そういう系も美味しそうだなって、見てはいる。けど、食べたことは、ない。って感じですね。コーヒーあるよ。コーヒー屋さんだもん。米田系列とか。でもなんか抹茶ラテとか、なんか、おかげやんは、抹茶ほうじ茶とか、和です。和風、和喫茶。こんばんは。わ、違う、ひらがなじゃない、わって言ってたの、わってわかるわ、わだよ、わ、ひらがなじゃなくて、わだよ。流れ星ありがとう。漢字のわね、本当にそれです、それ、正解。ログが面白い、ログ面白い。そう？ログってなんだ？おかげ、字体が面白いってこと。流れ星、嘆きです、ありがとう。ハートありがとう。バラありがとう。字体ね。本当に眠い。どうしよう。紅茶ありがとう。本当に眠い。流れ星ありがとう。ミルクティーじゃないでしょ、これ。ストレートティーじゃない。
和み喫茶という。それどういうこと？おかげ案がってこと？それとも全部？あんみつ美味しそう。あんみつ。あんみつ美味しいよね。私、アイス大好きだからアイス乗ってるやつがいい。流れ星とハートありがとう。ハッカンペーで。あんみつ屋さん行ったことない。あんみつといえば何でしたっけ？何だっけ？思い出せない。の、他の星からっていう曲の。が思い浮かぶ。あんみつって聞くと。ふ菓子。ふ菓子ってね、黒糖ついてるやつだったら好き。あれだよね。そうだよね。好きだよね。かき氷販売。何？急に。販売するよ、今年も。そうだよ。黒棒って何？ふ菓子のこと？何？アラートって何？何それ怖い。何怖い。48分、ありがとう、教えてくれて。あと2分ぐらい。その歌詞ね、もう分かってるんだけど、どこの駅だったっけと思って。思い出せなかった。そう、店のお名前は思い出したんだけど。アイレターありがとう。飯田橋の駅で降りて気づいた。あ、30分経った。もう経ったの？りがとう。じゃあ23、23時かな？ TikTok って？23時まで携帯を休めておきます。今日こそは高音中にならないでください。お願いします。じゃあこの後 TikTok ライブ頑張ります。見てね。13位、大将ひろき。なんか、ミュージット名前みたいになっちゃう。ミュージット名前じゃないよね、これ。あだ名と名前だよね、これ。なんか。フルネームみたいな感じで読んじゃった。 12位エイニャン、11位おもちさん、10位ベイさん、9位アルバトロスさん、8位アイアスセット、
7位ダライヤ、6位ドラゴンジェット、5位ノリック、4位ツカさん、3位マナブ、2位ブタバラパラダイスさん、1位グリーンリバー。ありがとうございました。トマトジュース飲もうかな。 TikTok までトマトジュース飲もうかな。またね。やばい、おやすみちょっとしてた。違う、 TikTok ライブ待ってます。